トリゲンボーシリーズは、赤紙三人による日本の小説作品。文庫版のカバーでは、歴史ミステリーと位置づけられているが、どちらかというと SF に近い。以下の三部作からなる。ノベルス版、文庫版双方とも絶版。2009年、大幅開放された、愛蔵版が2月から4月にかけて出版される。中国、旗始め皇帝平和洋行で発見された。 青く発光する謎の金属板、海中をおおよそ100ノットのスピードで進む推定800メートルの黒い巨大な生物、エルサレムで発見された、紀元前1世紀頃のものと思われる金属の巻物からはなぜか日本語が刻まれ、富士樹海の地下空間からは地球生立よりも古い変成岩が見つかる。世界中から見つかる極めて日本的な異物とはその調査に、 鳥、原望一派が乗り出す。築地に研究室を構える、謎の研究機関。メンバーは、その存在を公害してはならず、日常生活でも目立った行動をとってはいけない。日本の情報機関の最高幹部までもが鳥、原望の指揮を仰ぎ、総理大臣からも直接連絡が入る。メンバーは、全員高野家の一人に数えられ、 高野家が全員揃って初めてその2を全うできる。メンバーは一派の印が入った指輪をしている。衛星により常に居場所などをキャッチされる。誤差が数十メートルある GPS とは違い、この指輪の誤差は数ミリ程度。各々の体型もインプットされている代物である。研究室には鳥現房一族が大切に守ってきた膨大な数の書籍を有し、国の研究機関が その存在を知れば、喉から手が出るほど欲しがるであろう。国宝並みの書物も備わっており、決死やつしろとなっている二代、水税天皇から旧大開花天皇までの各天皇の後年代記も揃っている。最新鋭の機材が備わっており、各国の情報機関から第一級の機密事項が送られてくる。膨大な額の資金を有しており、 メンバーの一人が勝手に千億円程度無断で使用しても特に問題はない。内山修造画による漫画家がされている。コミックバーズより観光されていた。鳥原望根源の謎帳原望天のり。ありがとうございます。